トトメス一世は古代エジプト第十八王朝の第三代ァラオ。誕生名、トトメスの意味は、トートの作りし者、トートに生み出されし者。即位名、アーケペルカラーの意味は、偉大なるは、ラーの魂。アメンホティップ一世の子であったが、即室、または、けの子であった。優秀な軍人であり、シリア、ヌビアへの遠征軍を指揮して、信頼を勝ち取り、 アメンホテプ一世の妹で、先王の娘、王女、イアフメスと結婚したことで、王の他の実施たちを差し置いて、後継者と定められた。その後、アメンホテプ一世の絶大な信頼を受けて、共同統治者として、実績を積み、各方面に遠征を行って、領土を拡大し、第十八王朝の最初の絶頂期を現出させた。宗教政策では、 アメンホティプ一世によって、後ろ盾として付けられたアメン神官団と良好な関係を維持し、カルナックのアメン王ミワデンの造営を継続するなどしている。二代にわたるファラオの講演を得て、この時代以降アメン神官団の権力は飛躍的に拡大していくことになる。ありがとうございます。